はい、どうもこっち、今回またライフイズストレンジズをね、やっていこうかなと思います。前回は、バレたんだよな。ダニエルがやらかして、もういい、ショーンとダニエル、お前らは出ていけ、みたいな、薬栽培所から言われて、薬栽培所とビッグジョーから言われて、まあ出て行かざるを得ないみたいなことになったんだよね、前回は。で、今回からはこのまま目標もあるけど、ちょっとキャシディといい感じになって、なんか泳ぎたくなっちゃったってキャシディが言ったから、ちょっと湖行ってくるわ。すまんな、フィン。ちょっと。あとタトゥー彫ってもらいました。私事ですけど。左腕かな？右腕かな？どっちだっけな？夜の湖危ないって。夜の森は火があるとこ以外動いちゃダメだって。習わなかったのか、お前ら。昼でいいじゃん。まあ、秘密のって感じしていいけどさ。夜は夜で。ちょっと思い出だ。絶対良くないことあるって。なんか、楽しい感じで終わってくれる？そんななんか、ちょ、なんかロマンチックな音楽流してさ、終われるか？これ。なんかもう、ガーッと来るんじゃないの？なんかジャガーが。来るでしょ。ジャガー来るでしょ、ジャガーが。ジャン、来て。何？女。まさか？セクシーね。おー、やば。あ、結構深い。ほら、遅いよ。何してんの？やべえな、冷たすぎ。思い込みだって。考えちゃダメ。これなんか、考えやる。だ、キャシディ食われるんじゃないの？これなんか海の生き物に。嫌なんだけど、ワニとかいるんじゃないなんの？て、たく。いや、絶対怖いってこれ。いや、もうこれ行くよ、でも。よし、ノ行リくだぞ。もん。多分。よしよし。お前、おいで。絶対そっから動くなよ、お前ら。絶対動くなよ。早く。いいぞ。奥に行くなぬいよ。じまえ。ちょっと全部脱いでよ。男でしょ。ちょっと。脱ぐんかい。弾が。じゃあ、やめて、ちょっと俺の全裸。キャシディ。それだけは。ちょっと、コントローラー揺れてんだけ君ど。って。かわいい？うん、知ってる。あら、いい展開じゃない？これワニにす食われるごね。いじゃん。本当にやるなんて。最初ちょっとやばかったけど、もう平気だ。すぐ慣れた。私のおしっこのおかげ。はあ。ワニに食われないから警戒してると、もう本当にごめん。俺、もう君らのこと好きだから。君ら二人のこと俺好きだからさ、ワニに食われないかだけ注意して。ね、ぜひとも。ねえ、さっきの話どう思う？フィンの計画。馬鹿げてると思うよ。危険すぎる。ダニエルにとっても。深く考えてないみたいだけどね。フィンは。それにもう厄介事はこりごりでしょ。それ、ダニエルに言ってくれ。絶対拗ねるぜ。弟でしょ。聞いてくれるよ。フィンは面倒見いいけど、人のこと考えないんだ。自分第一。だよな。夢壊して悪いけど。怒るかもね。でもあいつ、ショーンのこと好きだから。大丈夫。まあでも人間味があるよ、そっちの方が。やっぱ完璧なね、兄貴っていうのは、やっぱああいう、やっぱ悪いやつっていう面もね、あった方が、なんかリアルだわ。どういう意味？本気で聞いてる？みんな君にメロメロなのに。私もね。俺も君が好きだ。俺も君が好きだ。ショーン、照れちゃう。急嬉しい。に、ごめんね、急になんか責めてるけど。初日の俺思い出して、あれなんだけどね。いや、お前はいいや、とか言ってんだけどね。
実は裸で泳ぎながら口説くのが定番だったり。いやいや、ま、でわちょワニだけは警戒して、別に何してもいいから。本当これワニだけは警戒してね。そんなに経験ないし、わかるだろう。どうかな、裸で口説いてるし。あら、裸なのは君のせいだろ。あら、いいけどさ、いい感じじゃない、ね、キスしたい。あら、大丈夫これ、見せられるかこれ、これから大丈夫か、キスまで止まるか、いいか、キス以降行くなよお前ら、うん、はい、いい写真、いい画角ですよ。はい、決定と。はい、サムネ決定と。ちょ、ワニに食われないから警戒して。ちょ、ワニだけ。もうこういう時でも言うよ。出よっか。オッケーオッケーオッケー、出よう出よう。ちょ、ワニだけ、ワニだけ警戒して。ワニだけ、ワニだけ。ワニは来ない。オッケーオッケーオッケー。ジョーン、寒いの我慢してたんだ。うっせ、ちょっと見んなよ、股間で判断すんなよ。よし、結構あれだったな、ちゃんとロマンチックな場所で終わったな。よかったよかった。ちょ、ワニに食われる悲劇じゃなくてよかった。待ってて。何？まあ、ギリ入れる。じゃあ、何？俺に入れってこと？嫌じゃないならね。え？こんなみんながいる場所で？こんなみんなが嫌なわけない。どうかな？どっち？どっちでも取れるぞ。どうかな？まあ見方によっては結構いいぞ。まあでも攻めていく。嫌なわけないよ。じゃあどうぞ。いやもうこいつらがどういう集団かわかんないけど、いけるか？ね、片付け番組に応募したけど落ちたんだ。じゃダニエルにバレないこれ。ちょっと見せられるかこっから先。こっから先ちょっとまずくないか、見せられんのか。おいおい、Z 指定じゃないぞ、このゲーム。グロよりも L のが厳しいんじゃないの、プレボーって。大丈夫？ああ、まあね、ああ。ただ、緊張して。ずいぶん時間かかったよな。そうだね。君って奥手なんだもん。え？これ大丈夫か、これ。引っかかるんじゃないよこれ、大丈夫？ちゃんとやらないと、子供向けじゃありませんって。いい感じだね。そうだな。あのさ、その言っておきたいんだけどさ、分かってる。心配しなくていいから。え？リードしてもらえるんですか？お姉さん！でもこれダニエルにバレない？ちょっと、お姉さん！お姉さん！ち、僕行っちゃうんですか？お姉さん！ダニエル入ってこない？大丈夫？どこ行ったのしょうねーって言わない？フェードアウト。こっから先は見せられないようです。すいませんでした。お楽しみの皆様、すいませんでした。ここで僕のピークは終わりです。この動画のピークは終わりです。ありがとうございました。時間が遅く流れてるね。
出た。この無のテクニック最近使うよな。この無音テクニック。Life is Strange。何を意味してんだろうな。前回の、事件。前回の事件の前もすごい無音で言ってたけどさ、何を表現したいんだろう。今この場面が無音なのはまあわかるんだけど、まさか。ねえ、どうしたの？いや、別に。何でも。音楽か。ねえ、話して。ごめん、ぶち壊して。シャア、今日が初めてなんでしょ？ネットで晒したりしないから。約束する。ちょっそれと。は、どうも。でも、気使わなくていいよ。そっちにいたのねかよ。え、使ってないって。 背中向けてたのかよ。尻落とさないでさ、時めっ間ちゃ落ちはあ込んるどんんじだゃん。しね。さて、外行こっか。あら、服着よ。刺してくれる次んだやるな。時まで。いいお姉さんじゃん。ショーン、気にしないでね。よう、お二人さん。暴れた。姉貴。待って、まさかやったの？まあ そんなとこ。ああ、姉貴。見ないでくださいよ。フィン見た？さっきダニエルといたんだけど。向こうでは見なかったけど。絶対やってるわ。絶対やってる。絶対やってんじゃん、フィン。絶対俺らだけで行こうぜじゃん。絶対俺の選択肢があれじゃん。フィンに負けてたからフィンに持ってかれてんじゃん、ダニエル。絶対選択肢によってはダニエル同行しなかったでしょ。でも、探しに行こう。ダニエルが心配だ。音楽ってそういうことフィンか。に話があるって伝えて。よろしく。じゃ。ねえ、ショーン。待って。なんで？早く止めねえと。まずは作戦考えないと。そんな暇ねえよ。でも、どうやって先回りするの？そっか、陸オーガ。上のトラックを使おう。そっか、音楽が流れる場面ってそうか。緊迫してんのか。わなわ。最悪だ。ダニエルに言ったのに。フィンの野郎。まあ、やると思っあとた、正さ、直。怒るのは後、それどころじゃないよ。フィンならやると思った、そう、正直。もし何かあったら、俺のせいだ。大丈夫。あいつらに追いついて連れ戻す。来てくれてありがとな、キャシリー。これあれかな、キャシディ選んじゃったからかな、俺が。キャシーとズブズブな関係なっちゃってたから、その間もうに持っいいてかよ。れたか。フィンは私がぶっ飛ばす。それ臭くない？なんか。だってさ、途中でキャシディのやつでは切ることもできたもん、選択肢によっては。信じらんねえよ。そういうこと10か。分20分目離しただけでこんなことになるなんて。し、うるさいよ。陸上に見つあ、かいいる。ね、切りゲート替えは開い丸。てる。このまま。あ、いや。吹っ飛ばされてる。やっぱりな。足が欲しいね。一台ない。見行って。ちゃってるじゃん。出てった後。くそ。気づかれなかったか。私らもうまくやらなきゃ。だから目立たないようにライト切ってこっそりね。トラックを頼なんんだよ。かガシャンって言った今。左ハンドルも任せていいの？いい、じゃあ俺右行くよ俺。まあ、それ開いてやっないだぱりろうな。もう一つのドアを調べよう。え、なにこれ？なんかすれ違ってない？ あ、そっちね。すれ違ってんじゃん、俺ら。ちょっと開いてないの、キャッシュで。車のドアを調べないと。
それ開いてないだろ。車を調べた。ドアはロックされてる。そりゃそうか。そしたら何とかしてトラックのドアを開ける方法を探さないと。これぜ、いやフィン良くないよ。まあそういうやつだと思ったけど、なんか前回話的にさ、さ未練ありそうとは思ったけど。あいつはすぐそこだ。なんつう計画だよ。急がないと。どっから行けんの？ハッキング道具あんの？ハッキング道具。なんで気づかなかった。ちゃんと見てれば気づけたはずなのに。いや絶対これあれじゃん、女選んだからじゃん俺が。やべえ、ちょっと演出家が過ぎた。先生こういうことになるんだったらダニエル言ってたのに。ダニエル、ちょっと警戒甘かったな。そこまで読めんかったわ。いや待てよ、今こうしてる間フィンがもしかしたらダニエルを連れてどっかに行ってるかもしれないっていう冷静な判断できなかったわ。てか何、どこにあんの？あ、車を調べるってある。いやもう絶対やらかしてた。まあまあでも どうにかすれば。まあ別のドアを調べよう。調べたけどな。なあ、え、来てくれ。ドアは全部ロックされてる。普通だよそれが。車は絶対必要だ。だからあのトラックを動かそうと思う。マジなの？父さんは整備士やっててさ、念のためって配線のいじり方聞いたことあるんだ。そうか。君ってどんだけ引き出し持ってんの？他の車は壊しちまおうぜ、追ってこれないように。その案乗った。じゃあ道具を探そう。そんなすぐできんの？でも音立てないようにね。そんなすぐできんの？そんな簡単なの？小一時間かかんじゃないの？さすがに。何？ダクトテープ、ドライバー取っとこうぜ。ああ使ってたんすよドライマー。なんか何ミリの。ダメだこりゃ。熊の頭蓋骨なんかあるかもなこれ。何がエコだよ、ただの犯罪者が。怖っ。いや怖くねこれ。開けてみる。あ、鍵がある。鍵あんじゃん。あ鍵で、おっどっかの車に合うはずだ。で、追いかけられないようにするんだよな確か。あ、何これ金属のパイプいっぱい持てるぞ。うん、よし。俺何使うか分かんねえよ。ここでは働けないね。ごめんな、なんか俺らのために。俺らがほんと迷惑かけてごめん。これ使えるかな鍵。ダニエルはフィンに影響を及ぼして、ショーンはねえキャシディに行って。え、ハンマー。ショーンこれ何がいる？この俺見切り発車すぎて何がいるショーン。とりあえず取れるもん全部取ってるけど、なんか今光らなかった。まあいいや、どっちの方が活かすかな。タイヤをダメにしとかないと。あ、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。あのこっちの方がかっこよかったな。やべえ。よしやるぞ。あーすごい、露骨にパンクすんじゃん。よし全部やっとこうぜ。一応一輪だけでいいのか。全部やろうぜ。よしよし、楽しくなってきた。まあ、今んとこバレてないだろう。あの野郎も追いかけてこれないな。いや前輪もやっとこうぜ一応。
徹底してね、念には念を。でさ、そんなさ、俺あんまタイヤに穴開けようとしたことないんだけどさ、こんな結構な力じゃないとプスっていかないんじゃないの、さすがに。これドライバーで軽くやってるけど、ドライバーぐらいじゃいけないんじゃないの。どうなの、案外脆いのかな。よし、これで完璧でしょ。で、そしてここで配線をいじると。ドアをこじ開ける。窓を割る。その前にボンネットじゃなくて、ボンネットは。さっきなんかボンネット光ってなかった。まあいいや。ドライバーだけでいいじゃん。え、窓割ったらバレそう。分かってる分かってる。え、窓割ったらバレるでしょう。なんか使えそうなものは。あ、乗り込む。なぜ。あ、なんかあるよ。箱。使えるものはねえのかよ。ガラクタ。ガラクタだな。開ける。リアウィンド。入れないか。くそ。あ、なんか光った今ドライバー。ところでしょ、君と過ごせてよかった。話しかけんじゃね。ありがとう。やった。俺もだよ。すげえ。今いいね。挟まってたね。そっか。やった。ありがとう。俺もだよ。もうちょい。ナイス。いや、多分窓割らなくてよかったな。多分音でバレてたわ。よかった。探してよかったね。行こうぜ、キャシディ。ダニエルとフィンを止めに行くんだ。楽しい冒険の始まりだぜ。ドラッグに乗って。行くぜ。ドライバーって便利だな。こうやって考えると。まだだよ。もしビッグジョーが。あいつは寝てるよ。待って、私が運転するから。え、パンクさせたから大丈夫じゃない。ダメ。よし、やるか。ねえ、落ち着いて。いや、エンジンを怖っ。やったじゃん、すごい。飛ばせ。こりゃ常習犯だね。敵を行き過ぎ。結構遅いな。でも2台目の車に出ていたらバレるんじゃない、さすがに。音でバレそう。いや、キリいいな。ちょっとキリいいな、ここ。短いけど。ちょっとキリいいんだよな。逆にこの先行くとキリ悪いよな、多分な。いや、切っとくか。切っとくか。一応やっぱもうセクシーパート、セクシーシーンあったから、もうここ絶対切るか、短いけど。明らかに切りが悪い。この先行っちゃうと。じゃあごめん、ここで一旦切るわ。じゃあ、あざした。